ファミ通 PSP グラフィック PS3 10月号、お読みいただきありがとうございました。というわけで、今月も、無事発売されましたということで、はい、どうでしたか？疲れましたか？いやもう疲れました。寝てないんですまあありがちな風景でね、はい、こういうマリア、みんなゾンビのようになって働いて、ようやく完成した本です、はいはい、お読みいただけると嬉しいです、この号が出た後にもですね、ファミP通信カッコ仮どんどん追加で、配信していこうと、はい、最後のページ見ていただいて、また QR コードがペタペタ貼り付けてありますんで、そうですね、その日になったらまたカシャリと写していただければ、またね、くだらないことをやってますんで見ていただければと思います、はい、あとですねもう一つ、過去のですね、QR コードで配信してきた動画を、はい、PC で見られるという、はい、ことをやっていこうかと思っておりまして、はい、うん、今はですね、ちょうど7月30日に発売されました9月号の、一部動画が、こちらの URL ですか、ごめん、まあ、どこかわかんないですここですね、この辺かな、ね、EBTV と言いまして、はい、まあ、YouTube の中にインターブレインのチャンネルを作ったと、はい、ファミ P 通信もついに YouTube デビューですねデビューしてました、全世界に向けてやばい、ね、グローバルワイルドな展開をなんかね、アメリカ人がなんだこいつらみたいな、はい、英語の字幕入れないとダメですねこれから全世界についに我々もデビューしてしまったということ、はい、うん、こちらそちらのさっきのね、URL から辿っていただくか YouTube で、チャンネル検索 EBTV としていただければ、そちらに辿り着くようになってますんで、はい、見逃したとかですね、ちょっと昔どんなことやったっけみたいな、うん、のが気になったら、でしかもパソコン持ってたらちょっと見ていただけると嬉しいなと。そうですね、うん、先ほども言いましたけども、週に何回か更新していきますし、また新しい企画も考えております。はい、次号のね、氏名の情報なんかもコロッと、配信していければと思っていますので、はい、はい、ぜひぜひ、その日になったら、更新の日になったら携帯電話片手にパシャリと撮っていただけると、ここらも張り合い出てきますので、はい、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、それではよろしくお願いします。はい。